はい、チャオ亀岡です。 いよいよですね、オミクロン株もですね、えー、今のところあまり重症化しないんじゃないかっていう情報が流れてきてまして、えー、今日ですね、日経平均が500円近くですね、大きく爆上がりしましたよね。えー、なので、まあ、買い勝手でいた人はね、えー、この底値を拾っていた人は、えー、ちょっと期待できるかもしれないんですけども、まあ、僕みたいにね、えー、まあ、中長期で持っていた銘柄と後輩等以外はですね、一旦利確をしてしまった投資家は、まあちょっとね、えー、買い損ねたと。 まあ僕の場合はね、もうちょっと下がると思って、現金保有率を高めていたのでね、キャッシュ率を、キャッシュ、えー、ポジションにいたので、まあそういった意味ではね、えー、もうちょっと下がってくればですね、えー、そこをまあ買っていきたいなということで、まあ、まあカニさんマークでね、カ、え、ニ、ー、さんマークではごめんなさい、ワニさんマークで、 こういった形でね、えー、待ち構えていたところをなかなか下がってこないということで、まあちょっとね、えー、出遅れちゃってはいますけども、まあそうした中ね、もしオミクロン株が、えー、それほどね、重篤化しないんであれば、いよいよアフターコロナに向けて、えー、来年ね、政府の50兆円のお財政出動とリベンジ相場とね、いよいよお外出禁止令が解かれて完全にね、えー、大きく、うまあ、 えー、経済が動く可能性があります日本に至ってはね で、米国も大きくね、主役を変えてくる可能性がありますよね。今までずっとね、グロース、そして、えー、フィンテック株ですよね。えー、まあ、ガーファも中心にした、まあそこからですね、えー、別の主体になってくる可能性があります。それはおそらくバリュー株になってくるんじゃないかなと思います。特に米国の場合は大きくバリュー株は出遅れていますので、えー、ここは注目をされてくるとね、それはそれで息の長い業績相場としてね、えー、また、えー、2年ぐらい相場が続く可能性 がありますよねこのままグロースだけでいくっていうのは相当やっぱり限界を感じますよねやっぱりガーバ a も伸びきってますしまあ今一旦アップルとかはね調整入ってますけどもやっぱりね息の長い経済息の長い、えー、金融相場にしようと思うと主役を変えていく必要がありますちなみに日本株も主役も変わってきます来てますからねこのコロナショックから今の立ち上がりから えー、このね、株高に至るまで、今、そしてまたこの調整局面に至るまで、えー、主役を3度ぐらい変えています。一番初めは何から始まったか皆さんご存知ですかねそう。日本はね、えー、マザーズ株から始まっているわけですよ。で、えー、2年前はね、まさにマザーズ株は、まあ、どの銘柄も上げ、上げてきましたよね。なので、えー 小型株にね、集中投資をしていれば大きく儲かったというのが、その時期なんじゃないかなと思います。で、そっから何になったかっていうと、わかりやすく言うと、クズ的な株に、えー、資金が集まりますよね。まあ、クズ株って言うんですけど、別にその会社がクズだと言ってるわけじゃないですよ。あくまで総評としてそういう言い方をすると言います。いうやり方なんですよね。言い方なんですよね。で、えー、まあ別にいい会社もたくさんあると思うんですけど、思うんですが、例えばテラとかね。 まあア、アンジェスとか、まあ、わかりやすく言うとそういった銘柄に、あの、資金が集まったと。別にその会社の業績とかやってることを言ってるわけじゃないですよ。で、まあ僕はね、ちょうどそのぐらいから、えー、ちょうど1年前ですよね、えー、YouTube を始めたということになりますので、まあ当時それが盛り上がっていたので、えー、まあそういった銘柄ガちょっと手を出すのはどうなんだろう。先行き。まあね、自治録でかっ勝っても自治録とは言えないので、まあどうなんだろうな、みたいなことから始まったんですね。この動画がですね、YouTube チャンネルとしてね。 で、その後、おまあ、バリュー株に来て、で、循環株に今来てるということ,ことになってるんじゃないかなと思いますね。で、この後またどうなるかっていうのはちょっとわからないですけども、おそらく、 日本にとっては次はアフターコロナになるんじゃないかなということで今日のね、えー、注目セクターと、まあこの銘柄ということで、えー、今日ご紹介していきたいと思っております。ちなみに、えー、まあ僕もね、まだ保有してない、えー、銘柄を後半でね、このまあ注目株はいいんじゃあの面白いんじゃないかということでね、鑑銘柄って言いますかね、えー、注目株としてご紹介してい,、ま、いきますが、まあ基本的にはこのセクターとして考えてもらいたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。 で、まずはね、こちらの,のニュースなんですけども、百貨店スーツケースの売り上げ好調ということで、国内出張や旅行による需要増を受けてっていうね、えー、こんなニュースが来ましたが、まあこれだけ見てね、あ、 あのセクターのあの銘柄ねって分かっちゃった人は相当監視銘柄のまあ心理が精通してるし、日頃からね、いろんな銘柄をまあ整理してる人なんじゃないかなと思いますし、そのきっかけになればと思ってね、この動画を上げておりますが、このチャンネルはね、つまりね、いよいよ出張とか、今後ね、GoTo キャンペーンも始まると思いますが、いろいろスーツケースなどの売り上げが好調になりつつあると。そして百貨店の出足も復活をしていると。 いうのが今回のニュースですね。で、大手百貨店の11月売上高はですね、なんと2カ月連続で、えー、前年を上回る結果になっているということなんですよね。えー、おーすごいじゃんってもちろんなるんですが、もちろん去年はもうめちゃくちゃ悪かったですし、僕もね、えー、去年はね、あの YouTube を始めた元年なのでね、YouTube 元年にまさになりますので、ゼロですよ。ゼロ。ゼロ。神岡ゼロみたいなね、えー、去年ですよ。けどね、YouTube にとって、まあ、 あの、グラビティゼロみたいなね、そんな形で、だ僕は100点いきましたね。あのね、当然、あの、YouTuber としてやっていくには、服も必要ですね。えー、こういった、まあ、いろいろセットも必要なので、ビッグカメラとか、まあね、 えー、遊楽町のね、えー、いろいろとか銀座の百貨店に行って、え、いろいろ買ったりとかしましたけども、まあ、ガラガラですよ。いるのは、そのベンチとかソファーで寝ているおじさんだけみたいなね、えー、そんな感じでほとんど人がいなくて、どんどんね、むしろと撤退していく、まあ、そういったお店が多かったんですが、これに来てようやくですよね、えー、大手百貨店11月売り上げはもう、軒並み、まあ、メインのね、 えー、百貨店関連は、えー、売上を伸ばしているという形になっています。もちろん前年比なので、そっからなので、まあ、どちらかというと、ようやくそこを売って、売上がは戻って回復してきてますよ、っていうことにはなるんですけども、まあ,あいいニュースといえばいいニュースになるんじゃないかなと思います。で、こっからじゃあどれだけ伸ばせるかってことになるんですが、当然ね、えー、自力はもちろん大事ですけども、それから生産性ですよね、えー。会社として、やっぱりね、そう、こういった不況とかっていうのは、当然まあ、 ダメージは大きいですよ。会社にとっては。まあ、うちもね、えー、当然ダメージ大きいですよ。うちだって、まあ、コンサルティング会社をね、20年近く経営してますけども、売り上げ半減ですからね。 半減って言ったら相当やばいですからね。通常だったらやっていけないですよ。まあ、うちの場合はね、相当日頃から筋肉質にしてるし、まあ、贅沢しないし、無駄はしないし、オフィスもね、えー、本当に、まあ、ギリギリのスペースでやってるみたいな。まあ、も、ともと僕はそういった、まあ、気質なので、あの、今まで贅沢してこなかったので、まあ、なんとかね、持ちこたえてますけどもあ、あの、そういった意味でもね、やっぱり大変ですよ。今、半減するっていうのはね。 まあそういった意味では、でも逆を言えばね、筋肉質になったりとか、無駄をそ、そいだりとか、えー、これからのね、次の成長に向けて、まああの、松下幸之助がね、えー、不況また良しっていう言葉を残しましたよね。その時にまた会社というのは体質を変えて、次の成長の伸びしろを見つけていくものなんですよね。 大手百貨店もね、えー、当然合併吸収もあるかもしれないですし、社員のね、まあ、あの、合理化、これは別にリストランじゃなくて、移転配置えとかね、えー、新事業の方に振り向けるとかね、いうのも今後行われてくると思いますし、まあ、すでに行われているかもしれないですし、えー、業種転換、丸井さんなんかはね、業種転換してますよね。えー、今までの、そういうテナントから、 お金をもらうんではなくて、新しい、まあ、プライベートブランドに近いかもしれないですけども、違う業態を今目指していますよね。こういった形で次の筋肉質とか成長に向けて頑張っていけるんですけども、だ不況で、ね、どういうような形で味方につけるかっていうことが非常に大事になりますし、それはね、個人投資家もそうですよね。不況でやばい、ダメだ、終わりだっていうよりは、不況、むしろそのね、えー、暴落、急落のタイミングを味方につけられるようになると、非常にまあね、えーまあ、うまくいきやすくはなると思います。 ただね、えー、まあ、このセクターの話に戻ると、もうね、この百貨店っていうのはこのアフターコロナ、えー、銘柄としてね、一つ、まあ、注目に値するんじゃないかなというところで、まあ、後半ね、えー、私が注目する、まあ、あの、まあ、銘柄もご紹介したいとは思ってますが、ちょっとね、金融の動きをちょっと追っていきたいんですが、しかもこの百貨店でね、おせちブームですよ。おせちブームが再来しているということで、まあ、去年に続いてってことだと思いますね。で、10万円以上の お,おせちがね、完売してると。まあ、これはね、リベンジ、そう、リベンジ消費かもしれないですけどね。もう、のね、ええー、まあ、正月、うまあ、家族も集まらない。親戚も集まらない。で、子供たちもね、えー、どこも連れていけないと。まあ、このコロナによってですよ。なので、まあ、じゃあ、おせちぐらいは豪華にしようかっていうのと、リベンジ消費と、まあ、やっぱり、その、多少消費も戻ってきてる中で、また百貨店もね、こうおせちバブルになってると。 まあこれはね、またえ今のね、指標を表してますし、まだまだ百貨店関連はね、そういった意味では注目されていないので、まあこの番組を見てる皆さんがね、 えー、まあ監視銘柄って言いますか、研究する、まあ対象としては面白いんじゃないかな、ということで、まあご紹介していきました。じゃあ、実際にね、どの銘柄が結構面白いのかと、まあこのセクターすべて、皆さんの方でね、えー、調べて、調べてもらうのが一番いいんですが、まあ代表的なところをね、ちょっとテクニカル的に追っていきたいなと思いますが、別に、これを押してるわけじゃないですので、まああの、それぞれね、えー、まぁ、あ、やっぱり下がってますよ。百貨店っていうところでね。じゃあその辺をテクニカルと一緒に、いろいろ分析をして いいいいききたいとということでご紹介していきますまずは三越伊,さん伊,勢,丹伊勢丹ですね僕はね、えー、30代の頃はよく三越さんでね伊勢,さん伊勢丹かスーツを必ず買ってましたねまあゼニアで買っていたんですけどもまあゼニアもね、えー、上から下までピンキーなのでまあ若い時にね、えー、まあゼニアのその一番安い方のねブランドのスーツを買ってましたが今ゼニアででも結構百貨店入ってないですよね えー、まあ撤退しちゃったのかなちょっとそこはね、ベルサージも撤退しちゃったんですね。僕ベルサージも結構時計とか財布とかねベルサージにしてましたけど、まあ、撤退しちゃったので逆に嬉しいですよね。なぜかというと、ベルサージ持ってる人いないので、神岡さん何ですかそのブランド。あ、僕ベルサージなんだよね。っていうと、みんな値段分からないので、すごいですね。神岡さんってなるんですよ。このメデューサのね、ロゴマークなので、なんかそれらしく見えるんですよ。かっこよく。実はそんなに高くないっていうね、オチがあるんですけども。 まあそういった意味でね、三つ星にしたちょっとね、余談が長くなりますので話していくと、まあ一旦ね、900円まで上がった後、大きくね、えー、調整して、まあ前回のね、安値あたりまで、ええー、まあ、 バランスを崩して下がってきてますよね。もうちょっともしかしたらね、押すかもしれないですけども、一旦ちょっとね、ここでちょっともう常にトレンド始まってますが、まあ、もう一回押したりとかすればね、それはそれで監視銘柄としてチャンスになるかもしれないですし、別に、あのね、その自分のタイミングをは待つってことが非常に大事ですので、テクニカル的にはこういった動きをしてますよ、ということでご紹介します。そしてねえ、業績が回復してきてます。それは百貨店なので、え冒頭で話した通り、まあね、えー、まあ、黒字、えー、転換をしてきてるっていうのはいいニュースなんじゃないかなと。そして、高島もね、同じような の形で、まあね、一旦大きくトレンドを崩して、えー、下がってきていますので、まあこのね、え底値を、まあ、丁寧に洗っていくっていうかね、丁寧に拾っていくってことができたらですね、それはそれでアフターコロナに向けて、えー、チャンスがあるんじゃないかなということでご紹介しております。そして、これもね、えー、まあ非常に苦しみましたが、えー、21年ね、ドンピシャのそのコーナーの時はね、ようやく黒字、 転換してきましたので、こっからですよね、えー、どれぐらいそのお自助努力でね、と、おアフターコロナのお追い風に,によって、業績を回復していけるのかというのは、えーまあ、注目するべき点ですけども、まあね、一、えーまあ、つ注目にし,してもいいんじゃないかなということでご紹介しております。あとね、松屋ですよね。松屋もね、百貨店の、まあ、一角にお住めてますが、まあ、これはね、大きく調整が入って、まだそんなにトレンドが、えー、形成されてはいませんが、理由はね、 まだそんなに、えー、V 字回復をしている形にはなっていないと。他のね、百貨店に比べると出遅れてるっていうので、これがチャートにあらわ現れている。要はファンダメンタルズの出遅れ感がテクニカルに現れているっていう、まあ恒例なんじゃないかなと思いますが、ただね、前回安値まで下がってきてるっていうのは、今後に期待するっていうところでは面白いんじゃないかなと。で、もちろん松屋だって、えー、今回のコロナのその業績悪化、そしてどこまでね、この新型を含めて、その、 業績にね、響くかっていうのは予測できないので、かなりね、えー、予測を下に見てる可能性もありますよね。そうした場合は、えー、V 字回復っていう形で、えー、予測を超えてね、えー、業績、 を発表してくる可能性があります。そうした場合は、またね、えー、一年後とか景色が変わって見える可能性もあるんじゃないかなということで、あとは皆さんの方でね、他にもたくさんこのセクターありますので、えー、日本全国、つつ、裏々ね。ま、あ大阪と東京を中心にいろいろ調べた方がいいと思いますけども、あのー、ま、地方セクターはちょっと人口が減っちゃってるのでね、ちょっとちょっとそこはいかん、いかんともしがたいので、そこは覆しにくいんですが、ま、あ東京と大阪を中心に商いをしるところであればね、大阪も今ね、今後またインバウンドであったりとか、アフターコロナ、 強そうなのでね結構外国のね、外資のホテルも大阪の進出を止めないですよね。僕もこの理由を調べて、もちろん理由もう分かってるんですけども、もっと深い理由がないのかなってことで今調べてますが、もちろん外資って言ってもね、別にその土地を買ってるわけじゃないので、まあ、そこはね、えー、その土地を買い占めてるわけじゃないので、ね、あとあくまでホテル進出っていう意味での外資の進出ですけども、ちょっと今調べてはいますね。まあ他のね、そういった形では大阪もその、 周辺のセクターが多いかもしれないので、なんかね、判明すればまたそれはね、動画で上げていきたいなと思ってますが、今日はこういった形でアフターコーナーに向けて、え注目セクターということでご紹介させていただいたのと、おまあ代表的な3名からをねえ、皆さんにテクニカルのチャートを分析させていただいたので、あとは皆さんの方で、しっかりとこのセクターを調べてもらえたらと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日は以上です。高速で、GO!